世紀橋というところに来てます。ちょっとね、西成臭が多少しますね。お好み焼き屋があるということで、ちょっとね、行ってみようかなということで、はい、皆さんこんにちは。スピチューブ始まります。はい、今日はね、世紀橋というところに来てます。まあ、世紀橋って言ったら、まあいろんな話があると思うんですけど、まああんまり、その人も寄りつくのかな。なんか結構ね、住宅というか団地の、古い団地が多いところで有名なんですけど、ね、世紀橋の中に何でもお好み焼き屋があるということで、ちょっとね、行ってみようかなということで、皆さんお好み焼き屋あるの知ってました？なんかね、結構ね、西成的な感じで安く食べれるっていう場所があるんで、ちょっと今日はね、そこに行こうと思うんですけどね。ちょっとね、西成臭が多少しますね。はい、それではスピチューブスタートします。始まりはこの公園からスタートします。なんかね、やっぱりもう古いのかな、いいんですけどね、あの橋がね、埋もれてんのかな、なんか昔多分なんかあったのかな、川みたいな、なんかね、ちょっとね、なんか変わった感じですね。なんか多分これテレビでも紹介されたような場所ですけど、変わった、設立昭和6年ということなんで、かなり古いのかな、ここ自体のエリアも。古いな、香料なんか書いてますね。結構ね、古い団地というか住宅がねありますけど、買えないやつだね。じゃあそこの車が、
コロナは絶対もう長引くわ。この夏で収まらん。いやまさか日本がこれなと思わなかったな。ほんとに。ここまで SARS、おそらく帰ってくる。帰らさな。帰らずに。おそらく誰がもう、あと、誰が帰るんですか？お持ち帰りで。こっちも出て行ったんけど、レンチな、うん、声がな、うん、なに中央とかどっかにあるお店そうなるべくもう電話もせんの話しつかると思ってますなるほどね出だしたなんで、わからんけわからん呼び出してくれたんやそうわからんもわからんないとしゃあねえやな、うん、まあ、相手3年になって本人がもう電車が同じことやなこれが夏休みが来るかとかな、うん、来るなら何が来てんみたいに分からんこれから農業がいいかもしれない、うん、お願いします、はい、すいません はい、というわけで、帰ってきました、まあ、途中ねちょっといろいろあったんですけどどうにかお持ち帰りすることができましたで、ね、その中身がどうなってるのかっていうのをちょっと調べてみようかなと思いますこちらがね、テイクアウトしたものになります、お好み焼きですねモダン焼きですね結構ね、重みがありますねかなりボリュームが、ね、ちょっとお好み焼きの方をね、開けてみようと思いますこちらですね一応、お持ち帰りということで半分にね、折って入れてる感じなんですけどかなりのボリュームがありますね次が、モダン焼きになりますしょこんなんですね焼きそばが入ってこういう感じになりますねまさか日本がこれだと思わなかったはい、というわけで今回来たんですけどもまあ世紀橋のね、ど真ん中にあるお好み焼き屋さんなんですけどね最初12時行った時にはなんかちょっとやっぱこわもてのおっちゃんたちが外にいたり中にいたりしてで入ってきたら僕が入ったらなんかそのあの行けますかって言ったら時間がかなりかかるのでちょっと分かりませんみたいな感じでちょっとね難しそうなね顔しててねなんか結果的には門前払いだったんですけどでまあ4時まあ、3時4時ぐらいになってちょっと行ってみようということで行ったら、まあ、普通のおばさんとかそういう感じのね主婦とかがいてまあテイクアウトできたんですけどまあ時間帯によったらちょっと怖めの人とかがいたりしてなんかすごい殺気をね感じてなんですけど僕もねあの2度目行った時はちょっと服装変えてねちょっとなんかもう帽子脱いでねなんかちょっとなんかこんな感じで来たんですけど最初はちょっと真っ黒でなんか潜入捜査みたいな感じだったんで結構ね警戒された部分はあるかもしれないですね
はい、というわけで、まあ基本的には多分デリバリーとかテイクアウトした方がいいかもしれないですね。あの普通に入って食べるのはいいと思うんですけど、まあなんかそういう世間話とかの会話に巻き込まれる可能性もあったりするんで、そういうのが苦手な人はあの何ですかね、テイクアウトぐらいでいいんじゃないですかね。はい、それではまたね、スピーチューブよろしくお願いします。それではまた、今日はほんまに西成より疲れました。ありがとうございました。それではまた、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。